シズコーン島コーン島は、ラオス南部のチャンパーサック圏のメコン川の中州にあるシーパンドンと呼ばれるおよそ4000の島のうちで、南北約 24km、東西約8キロメートルほどの最大の島である。島の人口はおよそ5万5000人で、主に観光業や農業、漁業で生計を立てている。本島より南東には、似た名前のコーン島と、その隣には同じく、 メコン川の中洲の島であるデッド島があり、両島は旧鉄道跡の橋で結ばれている。本島の南東に位置するダンコン及びダンファファンの周囲には2つの大きな滝があり、ダンコンの西部にはソムパミット滝、少し下流のカンボジア国境近くのダンファファンにはメコン川最大のコーンパペンの滝がある。近年、ダンコンには欧米人を中心とした観光客が増加し、 比較的川の流れの穏やかな場所にゲストハウスが立ち並んでおり、またカンボジア国境の近隣にイラワジルカの生息地があり、ボートで訪れることが可能。パクセイからバスでハートサイクンを経由しおよそ2時間半。ダンコングには空港コードがあるが、飛行場は実質的に使用されておらず、定期便のある最寄りの空港はパクセイ国際空港ということになる。 メコン川東岸の小さな町中山よりボートなどでアクセスできる。中山まではパクセイやチャンパーサックからバスなどを利用する。中山からはカンボジアの国境やクラチエ、プノンペンなどへのバスもある。ジョシュア・エリオット、ジェーン・ビカーステス、ラオス・ハンドブック、S235。ありがとうございます。